検証中の段階ですね。はい、はい、でここで充電すると、はい、これはあの展示用なので、はい、あの製品版はもっと小さなあのアダプターが付属になっております。逆に普通の USB から充電とかはできないの？はい、そのアダプターに USB を挿して充電という形になりますので、スマートフォンの充電と同じ。わかりました。はい、そういうことか。これが心拍計で、これが充電ですね。はい、これスピーカーですかね。はい、そうです。あとマイクも横に付いてます。これかな。あ、そうですね、はい、マイクがこれです。はい、で全部そういう機器は本体に、はい、あの内蔵されてますから、このバンドは色が交換変えることができるんですね。なるほどね、はい、専用のものですから。そうか、なるほどなるほど。なので例えばこうファッションに合わせたりとか、はい、あの男女別でもお使いいただけるんです。なるほど。セヘルって男女で、あ、音楽も聴けるんですね。はい、音楽はスマートフォンに保存したものを一回転送していただくと単独で聴くことができるようになります。あ、そうか、なるほどなるほど。そっか、例えばそのネットから の、はい、そのストリーミングをここに受信してっていうことはできないわけですね。一回スマートフォンに保存していただいてからという形になります。ですよね。はい、でスマートフォンと必ず一緒に使っていただかないと、これだけで使うってことはできないんですね。あ、そうなんだ、はい、せっかく SIM カード入るからね。なんか今の段階ではまだスマートフォンという形なので、はい、かなのでグローバルでも一緒にご購入いただいてという形です。でギャラリーも当然これはあの本体というかスマホの方からダウンロードする、はい、ギャラリーは、そうですね、本体の方に保存されているものが見れたりとか。なるほど、そういうことになります。でこれボイスレコーダーですね。はい、でボイスレコーダーはテキスト化されます。最大5分間なんですけども、で録音したものが文章で書かれて、はい、スマートフォンの方に転送されますので、例えば会議の議事録だったり、あの移動中にちょっと思いついたことを喋っていただければ、はい、後でテキスト化で分かります。それは日本語に対応してるんですか？はい、一応以前のギア2というものも、はい、日本で発売されているもので使える機能なので、はい、あのまあ、もし発売された際にはこちらでも対応するので発売予定ではありますので、動作補償してるんですかね、あの MVNO の安い SIM とかって。まだそちらに関しては検証中という段階で、基本的に OK なのは何なんですかね。おそらくその、まあ、スマートフォンが発売されたキャリアさんの SIM カードになるのかなというメールがありますが、なるほど、ね、それもまだ未定でございます。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。